皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの桜井理子です。4月から始まった佐世保五番街の公式 YouTube チャンネル、順調に配信が進んでいます。小学生の頃から15年間新体操を習っていました。その経験が今でも私を支えています。さらに学生時代はプロ野球ジャイアンツのチアガールとして活動、踊ることが大好きです。卒業後は新潟のテレビ局にアナウンサーとして入社し、雨の日も雪の日も中継を担当しました。現在はフリーアナウンサーとしてサッカーのリポートや司会業などさまざまな仕事にチャレンジ中。これから五番街の魅力をたくさん発信します。さあ、佐世保五番街のお店たくさん紹介してきましたが、見てください、まだ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 お店たくさんあるんですよ。さあ今日はどこに行きましょうかね。私もそして女性の皆さん、男性の皆さんももしかしたら大好きであろう雑貨屋なんてどうですか。どこかに確かあったと思うんですけど、あ、300円のお店あるじゃないですか。300円ショップってなんかこう買っても買ってもそんなに値段いかないので、ついついたくさん買っちゃうんですよ。ちょっと早速行ってみましょう。今300円と言っても本当に品揃えすごいいいの知ってます？知ってますか？今何でも揃ってるんですよ。欲しいものが何でも揃う。あ、どこかな。確かね、ありました。300という大きな文字も看板に書いてあります。300円ショップ到着です。早速、あ、なんかこんにちは。こんにちは。店長さんですか？はい、そうです。すいません、今 YouTube の撮影でお邪魔してるんですけど、突然すいません。こちら300円ショップ、そうです、はい、雑貨たくさんあると思うんですが、はい、ちょっとおすすめなんて聞いてもいいですか？今ですね、季節的にすごい扇風機が売れてるので。これ最近街中でよく見かけますよね。はい、結構種類が多いですね。あ、そうですね、もう値段も300円の分から1000円の分まで豊富に取り揃えてます。定番というと？定番はこちらの500円の分の扇風機です。はいはいはい、これちょっと風試してみてもいいですか？いいですよ、どうぞ。ちょっといいですか？ありがとうございます。前失礼します。あ、軽っ。そうですね。これ、こんな軽いんですか？そうですね。もう持つのもすごい大変、便利で。ちょっと。充電がもうちょっと。そうですね。ちょっとじゃあ次も試しましょう。すいません。ありがとうございます。こちらは、持つのではない。こちらそうですね、卓上のものになりますね。オフィスとか机とかにこう置いて、ね、そうですね、今だとリモートワークがすごい主流なので、こういう風なものが売れてますね。おお、なるほど。形も丸とちょっとおしゃれなものもあるんですね。そうですね、まあ、どちらかというとこちらの方が今売れてます。あ、そうなんですか。これなんかひねりというかつまみがついてますけど、調整ができるんですか？そうです、風量が調整できますので。すごい声量ファンなんで、はい、その音も静かで。本当だ、ほとんどしない。もう静かどころかほとんど音しない。あ、すごい、最大にしたら涼しいけど音がほとんどしない。あ、これいいですね。確かにその机周りに置くのには本当ぴったりですね。そうですね、ありがとうございます。さらになんかすごく小さいのもあるんですけれども、はい、こちらですね、こちらが今すごい人気で、はい、軽いですしコンパクトなので風量も結構強くて。 ありがとうございます。本当だ、軽い。今こんなこう軽くなったんですか？あ、そうです。これだとストラップが結構長い。こちらのストラップが長い分、この首にかけられるんですよ。首にかけれるので。はい、あ、すごい。あ、いいですね。本当ちょっと暑かった。こうやって涼しい、わかります。結構風、髪の毛がなびいてるのがわかると思うんですけど、涼しい。
いいですね。お姉さんも暑いですか。ありがとうございます。涼しい。本当だ、本当軽い。なんかちょっとファッションの一部みたいに。そうですね、なり始めてますね。いやこれ便利だな。あ、屋外ロケの時とか本当ぴったりですね。ありがとうございます。いや今本当300円ショップといってもいろいろあるんですね。ありがとうございます。ちょっともう少し中も見てみたいです。あ、はい、わ、本当アクセサリーもたくさんあるし、こんなに種類あるんですか。たくさんあります。すごいな。さらにやっぱこう冷感グッズもさっきのファンに加えて、やっぱりこういった、ね、アイスバッグとかもあるんですね。ちなみになんですけど、先ほど の, あの扇風機、ミニ扇風機とかってどれぐらい売れてるんですか。1日20本ぐらいは売れてると思います、ね、そんなに。やっぱじゃあここからのシーズン、まさにもっと、はい、売れていくと思うので、はい、本当に1人1台欲しいですね。ですね、はい、いや本当なんかたくさん楽しいから、またちょっとゆっくり見に行きたいんですけれども。ありがとうございます、はい、ちょっと練り歩いてみようかな。わ、食器とか もあるんですね。すごいな。やっぱ雑貨屋さんで働くのも楽しいですか。あ、楽しいですね。そうですね、わかります。なんか見てるだけで時間たまりすぎますよね。そうですね、わかります、わかります。いろんなもの入ってくるので、はい、すごい楽しいです。いいですね。これお買い物するのは本当時間があっという間に経って、そうですね、一日が終わって、プレゼントとかにもね、こないこかで詰め合わせるのもいいですしね、うん、ありがとうございます。ちょっとまた後ほどゆっくり来ます。はい、本当にありがとうございました。まだ時間があるので、ちょっともう一店舗行ってみましょう。地図また見てみましょう。雑貨屋さんも、ここにもありました。雑貨の文字、雑貨館インキューブ206番。あ、2階、ここですね。わ、面積広くないですか。これ期待できますね。本当に広い雑貨屋さん行ってみたい。行きましょう、行きましょう。おー、あー、ワクワクしますね。雑貨屋さんってなんでこんな楽しいんですかね。何でもあるからかな、本当に。あ、ありました、ありました、インキューブ。やっぱりこの正面に6面のおすすめ商品があるんですね。あ、やっぱりひんやりグッズ欠かせないですよね。ちょっとどんなものがあるか。こんにちは。こんにちは、今お時間大丈夫ですか。はい、大丈夫です。すいません、よろしくお願いします。今ちょっと撮影でお邪魔してるんですけれども、このレコメンド商品たくさんありますね。はい、最近気温がようやく上がってきたので、うん、最近すごく売れてきてます。やっぱりこの夏に向けてね、このクール商品欠かせないですもんね。はい、例えば一押しのもの、今シーズンはどんなものがありますか。はい、おすすめがこの無限クールシリーズという商品になるんですけど、はい、無限クール、はい、はい、こちらがですね、水に濡らして振るとすごく冷たくなってきまして、で、外も出歩いたりとかするときとか、はい、あと運動するときとか、すごい冷たくて気持ちがいい商品になります。濡らして振ったら本当何度でもっていうことですか。そうですね、何回使っても冷たいまま、ものがキープできますね。だから無限クール。はい、はい、定番ですと、あ、タオルですか。そうですね、タオルが ありまして、うん、で今年だとこのフェイスのガードと、あとアームカバーっていうのが新しく出ました。ちょっとサンプル触ってみても大丈夫ですか。失礼します。これが無限クールシリーズの、はい、フェイスガードになります。フェイスガード、あ、これ、あ、なるほど、こうかぶって、はい、この鼻の下から、そうですね、ちょうど首元まで隠れるんですね。はい、で UV の、仕様になっているので、はい、外で歩くときとかも紫外線とかの対策にもなります。ちゃんと耳かけるとこがここにありますよ。でこれも濡らして、はい、こう振ると冷たくなってきます。すごい。そして触り心地もいいですね。そうですね、冷たくてサラサラした素材になっているんで、うんうんうん、つけ心地もいいと思います。すごい、これはやっぱりこうスポーツ観戦の時とか ね、 そうですね、運動会の時とかのお母さんとかにもいいですよね。そして、あ、アームカバー、そうですね、アームカバーですね。あ、これはもう運転の時に、あ、そうですね、欠かせないですよね。あ、でこれも、あ、無限クールシリーズなので、はい、水につけて振ると冷たくなってますんで、すごい。なんかこう冷蔵庫に冷やしたりとかそういうのが必要ないですね。そういうのは必要ないです。そうするともう外で本当に、そうですね、水つけていただいて振るとすごい冷たくなってくるんで、もう
ずっと例えばもう冷たくなくなったとしても、うん、水つけて振っていただくとまた冷たくなってきます。無限ですよ、無限ですよ、すごい。いや今なんかこんなものが出てるんですね、はい、なんかあの進化していってますね。そうですね。でさらにやっぱあの女性はもちろん UV でこの日焼け、はい、このあたりもねやっぱりカバーももちろんなんですけど、こうやっぱ塗るのも気になるんですけど、はい、ありますか。はい、こちらです。 ありがとうございます。最近あとマスクとかつけてるとやっぱねこう、はい、マスク焼けだとか肌荒れとかもね、はい、多いですもんね。そうですね。一応あのメイク UV の棒あのシリーズはこちらにもありますね。種類が多いですね、うん、なんか どれがどれだか正直あまり分かんないんですけれども、一番おすすめは何ですか。はい、一番のおすすめはこちらのサブリーノの、はい、UV スプレーになります。はいはい、あの朝シュッとするだけで紫外線対策になりまして、はいはい、あの出かけるときとかにあのシュッとするだけで簡単なんですね、はい、時間がないときに なんか試せる、はい、こちらとかはどうでしょう、はい、ラフ。これもスプレータイプ、はい、UV ミストになってこちらがすごい冷たくなる UV ミストになります。なるほど、はい、朝簡単なのもあるしこうやってスプレータイプで冷たいのこちらやってみてもいいですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。冷たなんかすごいあの氷に近いような、水よりも氷に近いような冷たさ、気持ちいい。でこちらがですね、はい、もうウォータープルーフになってるんで、はい、あの水とかには強いんですけど石鹸で簡単に落とせることもできますし、あの白くならないんで何回でも試してあの重ね付けしていただいても大丈夫です。うんうん、あとつけ心地がなんかほとんどもうさらりとしてます ね。いやいいな、簡単でいいな。水でこう石鹸でも落とせて、でもウォータープルーフで、はい、さらに色も白くならなくて、そして冷たい、もうなんか一石二鳥どころじゃないですね。そうですね、あの最近の紫外線対策は冷たいのと一緒になっているのが多いので、あのこちらとかもすごいサラサラしてますし、はい、あのあと紫外線だけじゃなくてあのブルーライトや大気汚染とかにもあの保護ができるようになってます。すごいですね、なんか進化しすぎててちょっとついていけなかった、こんなのがあるってちょっと知らなかったです、恥ずかしながら。いやすごい種類もいい。お店全体だともちろん本当にこれ UV ケア商品だけでも種類多いんですが、はい、何商品ぐらいあるんですか。そうですね、おそらく1万1点以上はあるかなと思います、はい、ですよね、だって、はい、ね、メイク用品もあってキッチン雑貨もあって、ね、スマートフォンのグッズもあってもちろん文具もあってですもんね、はい、楽しいですね。そうですね、はい。わあ、ありがとうございます。また私も後日ゆっくり来させていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。佐世保5番街公式 YouTube チャンネル、リコピンと海、人、街をつなげる5番街ナビ、チャンネル登録お願いします。